また助けられちまったな。ふん。ありがとな。巫女を人間に戻す方法があると言ったらどうする？どうする？世界の果てまで付き合うぜ。その言葉に嘘はないね。あ、シリナ、見つけたよ。ついておいで。これはレアバード。次元の歪みを乗り越える機械さ。歪み？何を言ってるのか理解できない。いいかい、質問は一切受け付けないよ。黙って聞きな。ここシルバラントの他にもう一つの世界がある。もう一つの世界？質問は受け付けないって言ったはずだよ。ごめんなさい。私はそっちの世界からやってきた。巫女が天使になるのを妨害するためにね。そっちの世界？ところが何の因果かこの流れ。そこでだ、私の世界では天使疾患の研究が進んでる。巫女を人間に戻す方法が見つかるかもしれない。そうなりゃ私も巫女を殺さずに済む。あんたたちからすれば文字通り世界の果てだ。もう一度聞くよ。次元の歪みを超える勇気は？自動操縦に設定してある。乗りな。シーナ！質問はなしだ。一つだけ聞かせてくれ。お前の世界の、もう一つの世界の名前は？テセアラ。さてと、そろそろ真の主役の出番ってところかい？
ず元に戻してやる。必ずだ。